第281回ポッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。本日は観世音菩薩不問本の2回目であります。観世音菩薩は33の身をもって衆生を救済されると言われますが、その33の姿、33身が本日の拝読箇所にて設置されるのです。それでは本文へと入ります。無人に菩薩の発言、仏に対して。無人に菩薩は仏に向かって言いました。世尊、観世音菩薩はいかにしてこの娑婆世界において狂気され、いかにして衆生に教えを説かれるのでありましょうか。衆生を導くための方便はどのように用いられたのでありましょうか、と。仏の発言、無人に菩薩に対して。仏は無人に菩薩に言いました。善男子よ、もしも国土に衆生がいたとする。33の身によって迷いの世界から悟りの世界に到達させるために、観世音菩薩はその身を表してその人のために教えを説くのである。これ以降、33の姿が表されます。1、仏。2、白紙仏。これは円覚とも言います。3、声聞。4、煩悩。5、帝釈。6、自在天。7、大自在天。8、天台将軍。9、毘沙門。10、小王。11、長者。12、孤児。13、祭官。14、バラモン。15、ビク。16、ビクニ。17、ウバソク。18、ウバイ。19、長者ブニョ。20、孤児ブニョ。21、祭官ブニョ。22、バラモンブニョ。23、道南。24、道女。25、天。26、竜。27、夜叉。28、剣脱馬。29、阿修羅。30、カルラ。31、金奈良。32、マゴラガ。33、衆金剛神。このような33の姿を表して、衆生を七難や三毒から離れさせ、安穏なる境地へと到達させるために、観世音菩薩は教えを説くのであります。無人によ、この観世音菩薩は、このような功徳を成就し、種々の形を表して、もろもろの国土において人々を導き、衆生を迷いの世界から導き出すのである。そのため、お前たちは一心に観世音菩薩を供養しなさい。この観世音菩薩摩訶薩は、恐れや災いという難の中においても、恐れることはない。そのために、この娑婆世界では、皆、衆生の恐れの心を取り去って救う者、セムイ者と呼ぶのである、と。
無人に菩薩の発言、仏に対して。無人に菩薩は仏に言いました。世尊、私は今観世音菩薩を供養いたしますと。無人に菩薩の発言、観世音菩薩に対して。首にかけている宝の玉を釣られた妖楽があり、それは百千両という小金の価値であります。これを首から取り外し、観世音菩薩に与えたいと思い言いました。情け深き者よ、珍しい宝による妖楽を受け取ってくださいませ、と。無人に菩薩の発言、観世音菩薩に対して。しかし観世音菩薩はこれを受け取ることをしません。無人に菩薩は再び観世音菩薩に対して言いました。情け深い者よ、私たちを憐れみ、この妖楽を受け取ってくださいませ、と。仏の発言、観世音菩薩に対して。その時仏は観世音菩薩に言いました。この無人に菩薩と出家在家の男女と、天、人、竜、夜叉、剣脱馬、阿修羅、カルラ、金奈良、マゴラが、人間、人間でないものなどを憐れみ、この妖楽を受け取るべきである、と。仏の発言、無人に菩薩に対して。観世音菩薩は出家在家の男女と、天人、竜、人間、人間でないものなどを憐れみ、妖楽を受け取って、それを二つに分けました。一つは釈尊に、もう一つは多宝仏の塔に建て祀ったのです。無人によ、観世音菩薩はこのような自在な能力があり、シャバ世界において人々を導くのである、と。以上、本日は観世音菩薩不問本の第2回目として拝読をしてまいりました。本日の箇所では観世音菩薩による33身が明かされました。観世音菩薩は33のあらゆる姿をもって衆生を救済されるのです。なお、日本各地において33観音巡りや33観音霊場などがありますが、この33は本日に取り上げた箇所において、観世音菩薩が33の身を表すということに由来しています。次回は下旬であり、観世音菩薩不問本の結びとなります。次回第283回に予告でございますが、妙法蓮華経観世音菩薩不問本の3回目として、本日の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。